はい、どうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方をやっていきたいと思います。というわけで今回はですね、こちら修学旅行と私の将来というストーリーを見ていきたいと思いますよ。8月のシンデレラ9。はい、というわけで、今回はですね、2年生編の6月上旬となっております。まあ見ていただいたら分かる通り、AGBL のお話の時のちょっと前というか、まあ2年生たちはね、あの修学旅行に行っていて、AGBL 出れませんでしたのね、その時間の時系列のお話になっております。じゃあ遊び方見ていきましょう。こんな感じで、今回は SR の川北を、チームにお迎えすることができます。こんな感じで、あの翼とね、あの友達がいい感じに、あの街を歩いておりますけれども、まあ、修学旅行ということで、楽しんでるみたいですね。はい、こんな感じですね。いやちょっとあのソフトクリーム落ちそうな感じですけどね、翼の方。まあ、なかなかいいシーンになっておりますね。ということで皆さん、これ忘れずにちゃんとゲットしておきましょう。で、期間限定ボーナスステージでは、英知のかけらとこのアニメってなんだ、なんかあるのか、なんかこのアニメのチケットみたいなもらえるみたいな書いてるけど、なんか今ちょっとパッと見た感じもらえないんかな。なんかこれ一応過去に来てたやつなんで、その時にもらえたやつなのかもしれません。今ちょっともらえる感じなさそうです。はい、というわけで、今回はプロローグから第3話までとなっておりますので、この動画でね全部見ていきたいと思います。じゃあ早速プロローグから見ていきましょう。8月のシンデレラ9。小学校の時はなんだっけ、なんとかっていう大きい工場に行って、中学は、新幹線で移動してお寺と神社巡りだね。で、高校の修学旅行は新幹線に乗ってまたお寺と神社巡り、かぶった、かぶることあるんやなはは、でも修学旅行ってそういうもの、そういうものな、なんかそんなんあれやでな、学校ごとでちゃんと連携してかぶらんようにしてくれよなクラス関係ない班での自由行動時間もあるし、きっと楽しめると思うよ。だよね、よし今度こそスペシャルソフト食べるぞ。あのこぼれそうになってたやつか。翼と修学旅行に行くのももう3回目か。だけど、まあ、幼なじみやからな。どうしたの？ううん、なんでもない。いっぱい思い出作ろうね。うん。はい、というわけでプロローグ見ていきました。いいですね。仲良しで、あの幼なじみということで、修学旅行行くの3回目ということで、皆さんは修学旅行どこに行きましたかね。僕は、高校の時は沖縄に行った気がしますね。はい、で中学の時は、長崎やったかな、なんかそっちの方に行った記憶があります。で沖縄すごく楽しかったですね。あの沖縄住みたいなって思うほど、楽しかったです。はい、というわけでじゃあ第1話の方を見ていきましょう。8月のシンデレラ9。はあ、やれやれ、ようやく行ってくれたか。小麦さん体力が有り余ってるんですね、こんな時間まで枕投げなんて。冗談じゃねえよ、私のリーゼントばっかり狙いやがってリーゼント潰しやねんな。ビシッとセットするのにどんだけ時間がかかるか、あいつは分かっちゃいねえな。でも泉田さんも楽しそうに見えましたよ。まあ修学旅行だしな、はしゃぐのも悪かねえよ。で直江は何のようだ、明日の自由行動の予定の確認か。は、はい、すいません、付き合ってもらっちゃって。気にすんなよ、私も興味はあったんだ、礼儀だの作法だの、普段は煩わしいけど、それも将来の勉強になるんじゃねえかなんて思ってさ。いいやつやでな泉田ちゃんって。将来んじゃ、明日は8時半に玄関で合流な。はい、おやすみなさい。ふう、枕ボボーン、また来たよ怒ってる。うわ、いつの間に、こら今日はもう終わりだっつーの。ねえねえ、何のお話してたの、将来の勉強って何するの。聞いてたのかよ、何でもねえよ。教科はなりたいものがあるの。それはそんなことより、小麦は明日長谷たちと時代劇村に行くんだろ。小麦もそこで将来の勉強してこい、話はそれからだ。分かった、そうする、教科おやすみ。はあ、お姉ちゃんみたいな。そして翌日、カポーン、
分かっちゃいたけど利き腕と逆ってのはやりづれえな。あ、そういうシーンやったんよこれって。泉田さん頑張ってくださいっす、くださいっすおお、ここでこう手を返してでもって最後はこうしてよっしゃできたぜ。ふふ楽しそうで大変よろしおす。え、そないな感じでうまくいくとええですな、バッティングの方も。おお、ありがとよ。ん、カポーン。あのさっきの着物の方ひょっとして。いきなり話しかけてきたよな、直江、心当たりがあんのか。あ、いえ、気のせいかもしれません。忘れてください。誰よ。まあいいや、それよりありがとな、ここに私を誘ってくれてさ。なんか心が穏やかになりそうやでな。そんな、むしろ迷惑じゃなかったですか。昨日も言っただろ、私も興味あったって。将来、私が実家を、なんて話になったら、その、なんつうか、詫びとかサビとかを身につけなきゃなんだよ。泉田さん、お家を継ぐんですか。ご実家って、ま、細けえことは勘弁してくれ。私自身も親の敷いたレールに乗りたいってわけじゃねえしな。けどよ、あの人の人生を台無しにしちまった責任は私にあるんだ。何したん？いつまでも悩んでられる年頃じゃねえし、やるかやらねえかの話じゃなく、やらなきゃならねえんだ。そうっすか。なんか直江ちゃんおもろいな。あの人ってきっと入院中の姉さんさんのことだよね。姉さんさん大事な人のために将来を捧げたいって考えは素敵なことだと思うけど、でも、あ、終わった。はい、というわけで第1話見ていきました。なんか久しぶりに泉田ちゃんメイン回なんじゃない？意外となんかあんまりこう出てこないですけどね、今回結構メインで出てきましたね。うん、というわけでじゃあ第2話見ていきましょう。8月のシンデレラナイン。泉田と直江が茶道体験会に参加している頃。マリア、早く早く。わあ、ここが時代劇村。あ、この建物知ってます。向こうの風景も見覚えがあるような。なんで知ってるの？マリア、来たことあるの？事前に調べてたんですが、時代劇の作品はほとんどこの場所で撮影されてるんですよ。なんだかこうしてると本当の江戸時代に自分が立ってるみたいで。見て、あそこにお侍さんがいるよ。わ、本当ですね。撮影でしょうか。お侍さんってこうやって刀持って切り捨てごめんってやるんでしょ。ふふ、そうですね。決め台詞みたいでかっこいいですよね、秋野さん。いいな、小麦もお侍さんやりたい。なら衣装を借りてなりきるのはどうでしょう。あっちでレンタルしてるみたいですよ。本当に？やったー。なんでこの二人で行こうと思ったよな。あ、秋野さん待ってください。あー、ルーちゃんまでちゃんと着替えて。いやー、切り捨てごめん。いきなり襲いかかっちゃダメです。そもそもその衣装は町娘ですよ。マリア、小麦似合ってるかな。将来お侍さんになれるかな。将来？それは悪い奴らをやっつけるんだ。いやー、誰がやられるん。すいません、役者さん逃げてください。長谷が小麦に振り回されている頃、近くの神社では。あー、いいですね。コーンコン。どう、ゆかりん、映えるやつ取れた？あは、バッチリバッチリパシャって取れたよ。じゃあこれ野球部のグループに送ろう。私らの将来をアピっとかないと。将来？昨日の夜小麦ちゃんが言ってたんだよね。なんか今日将来の勉強をしに行くんだって。だから私らの将来はキュートでラブリーなお狐様ってわけ。あは、それいいかも。コンコン。いいですね、このシーン。修学旅行最高。コンコンばっか読んでいいよね。はい、というわけで第2話見ていきました。いいですね。なんかあの椎名ちゃんとココちゃんと花山で行くの、なんかまあなんか想像できるよなあ、めっちゃ行きそうな3人ですねって感じですけれども。というわけで、じゃあラスト見ていきましょうか。8月のシンデレラナイン。最後あれかな、翼と友知かな。
花山と愛坂が狐に扮して戯れている頃。はい、来た。中学の修学旅行でも自由行動でこの町に来たよね。ソフトクリーム斜めすぎるやろ。落ちる落ちる。あの時のソフトクリームさん、まだ会ってよかったよ。翼がよそ見しててソフト落としちゃったんだもんね。やばいやばいやばい、また落ちるで。あれは欲張ってスペシャルトールにしちゃったからだよ。今回はノーマルだから大丈夫なのか。それはあは、なんか昨日のことみたいに感じるな。早いよね。翼がリトルリーグで野球を始めた頃からずっとそばで応援してきたけど、まさか自分も野球をやることになるなんて想像もしなかったな。だよね、私たちの野球部は私と友っちの2人から始まったもんね。そういえば野球部のみんなはどこに行ってるんだろう。ついさっき花山さんたちからは将来の勉強って画像が送られてきたけど、なんか LINE グループあるのいいな。あれ可愛かったよね。でも将来の勉強ってなんだろうね。将来か。ねえ、翼は将来どうするの？私？わかんない。今はまだ野球のことしか考えられないしね。あはは、そんなことだろうと思った。翼はやっぱりブレないな。智恵ちゃんはどんな高校生活を送りたいの？翼の母。このままじゃ翼一色の青春で終わっちゃうわよ。翼のお母さんにそう言われて、あの時は何も言えなかった。でも今なら胸を張って言える。それでいいんですって。翼一色の青春で構わないって。だけどその先はどうなるのかな。確かに高校卒業した後な。夏には先輩たちが引退して、来年の夏には私たちも引退。その次の春には高校を卒業して、あんま見たことないシーンやな、ここ。私もきっといつかは翼から卒業しなくちゃいけなくなる。その時私は。あー、なんか切ないな。ともっちどうしたの？あ、いや、なんかぼーっとしてたみたいだけど。翼とはさ、小学校も中学校も一緒だったけど、私たちもう高校生だから修学旅行もこれで最後だなって思っちゃって。あ、そっか、じゃあ目いっぱい楽しまなくっちゃね。ふふ、うん、そうだね、いいやん。で、あー、いちごソフト落としちゃった。いや、もう分かってたやん、もう落ちかけてたもん。あは、翼は翼のままだな。ええやん、また大人になったら一緒に行ったらええやな。はい、というわけで第3話まで見ていきました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、悲しいような、平和なような、なんかこう微笑ましい感じに終わりましたけれども、まあ確かにね、夏大会が終わると今の3年生たちは引退し、そしてその次の夏には、翼の代も卒業ということで、卒業というか引退かということでね、その後、みんなどういう風に成長というか進路、進学、そのまま就職するのかね、進学するのか、いろんな道があると思いますけれども、いや、なかなか難しい話ですよね。というわけで、ちょっとね、チームみんなのこう将来がどんな感じなのかみたいなことを考えさせられる、お話になりましたけれどもね、いかがだったでしょうか。もしよろしければね、この動画について何かコメントある方はぜひぜひコメントよろしくお願いいたします。で、一応紹介しておきましょう。はい、こちらですね、映えるメモリー修学旅行限定スカウトが来ておりますよということで、先ほど見ていきました小麦ちゃん、そして花山ちゃん、そして、リーゼント姉さんが映っておりますけれども、その3選手をゲットすることができますということになっております。はい、で、今朝、おはがちゃを回したら泉田ちゃんが出てくれました。ありがとうございます。いや、いいですね、やっぱこれいいよね。これちょっと欲しいなって思ってます。なかなか出ないですけどね。これなかなかいいシーンなので欲しいと思っておりますけれども、といった感じで、こういうスカウトも来てますので、皆さんチェックしてみてはいかがでしょうか。というわけで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひぜひね、フォローの方よろしくお願いいたします。
というわけで、これから8内盛り上がってまいりますので、俺も頑張っていくぞ。以上、チョス南水さんのチョスでした。また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。 See you next time. バイバイ。